はい、朝日村のキムちゃんゲームとカメラマンの原ちゃんです。はい、僕の家ではカメラ2つ映ることは初めてですね。今カメラ2つ映ってるんですけど、何をさせられるんですか今日は。いや、そやな、カメラ2つは初設置なんやけど、はい、いやちょっとな、まあ、このアングルとカメラ2つと、まあ、時計が映ってるっていうことで何かをちょっとさしてもらえればなと思うんやけど、ちょっともう怖いよ。私も時計映ってるんですよ、ね、うん、ちょっと怖いですよ。いやそう、時計が嫌いになりましたもん。なあ、めっちゃ嫌がんもんな時計。そうなんですよ、特にでかいのが見たくないんですよ時計。まあ、タムチンさんの家でこれまでやってきた24時間チャレンジってさ、はい、チョコボール食べてたりとか腹筋しとったりとか、まあ、腹筋が始まりになって、うん、そこからいろいろなことをしてたわけ。そうですね。やねんけど、一番ハラちゃんの中で破壊力強かったなと思うのは、いろいろなもの混ぜたやんか。うん、混ぜましたね。あれだいぶいかついなと思って。いかついね、うん、もう一回納豆、新年明けましておめでとうございます納豆みたいなのをこうしたかった。納豆2回言ったの。だいぶ強ない。そう、納豆混ぜたやから主張強すぎる。納豆やりたかったんやけど、一旦なんか一発目はそれ置いといて、まあ二発目、三発目ぐらいちょっと納豆やりたいなと。これまでタムチンさんの家でお世話になっとったし、タムチンさんに向けての動画っていうのもちょっとあったりするから、2021年タムチンさんの家でお世話になった時に混ぜたものを全部混ぜようと思って。どういうこと？1個ずつ混ぜるってこと？1個ずつ最初は混ぜていこうかなと思うんやけど、変化が分からへんから、最終的にはそれら全部合体して混ぜたらどうなるのか。おー、今まで混ぜたやつを一つの鍋に入れるってこと？そう、で24時間混ぜ続ける。ということは、今まで混ぜたものってことは納豆とか、うん、ブルーベリーとか。ブルーベリーじゃなく鹿の糞。ブルーベリーと鹿の糞一緒か。そう、一緒やな。鹿の糞と、まあ、コアラのマーチも混ぜとったし、うん、まあ、その他にもいっぱい混ぜたやんか。それを全部ミックスしてミキサーすると。そう、得体の知れないものできるじゃないですか。めちゃくちゃ得体知れへんもできるやろうし、もしかしたらなんか変な化学反応起きて有毒ガス出て2人とも死ぬ恐れもある。え、だってって言われ続けたやん。うん、ガチでできるんじゃん。いやだからほんまにマジのができるかもしれへんし、うん、まあ今かろうじて冬場やから発酵していくっていうことは少ないやろうけど、うん、これまで混ぜてきたものが全部やったり、オクラもみたいになっとったし、うん、まあ、それらを考えたら本物のが出来上がるんじゃないかなと。な、俺のも超えてんじゃん。いや、それはちょっと動画的にもモザイクやし、匂いも半端ないし、ライブもできへんようになってしまうから。できへんねんけど、前は納豆100パックとか、オクラも100パック、200パックとか、めちゃくちゃ大量に混ぜてたやんか、はい、でも今回それら全部混ぜたら、鍋が見つからへんかったわけよ、うん、ってなるから、まあ、ある程度適量って言っても、まあ、少なすぎず、バカみたいに多すぎず、はい、っていう感じでちょっと混ぜれたらなと。今日は全部ミックスして混ぜようかってこと。そう、ミックスして混ぜていく、はい、で、ちょっとスーパーが朝6時から開くとこしかないから、はい、まあ、だからちょっと最初オープニングだけ撮っときたいなと思って、はい、今ちょっと早めに起こしたっていうのは。あ、じゃあ今から買い出し行く。そう、今から買ってくるっていう感じで、ちょっとまあ原ちゃんサクッと買い出し行くから、はい、まあちょっとキムそれ準備するから、はい、ちょっと混ぜてってもらえたらなと。はい、わかりました。思います。はい、はい、では買い出しお願いします。お願いします。はい、いってらっしゃい。ただいま。めちゃくちゃスーパー楽しかったわ。何も楽しないよ。美味しそうなものゴロゴロあったからさ、食べてまいそうになった。スーパーから、ね、うん、買ってきたんやけど、はい、重すぎて。なんか知らんけど袋二重にしたいもん。ちょっと破けて。袋破けて。ちょっと破けて。すいません、袋破けたんで、もう一枚3円で買っていいですかって言って3円で買ってきた。買ってきた。めっちゃ恥ずかしいやん。ただでくれよとか思ったけど、やっぱりなんかな、みんな袋3円出してるからさ。袋3円払って買うって恥ずかしない。これからないんかもしれない。3円レジもなかなかないからな。とりあえずキムにはこれまでの代表的なものを渡していくわ。はい、hey! 納豆が5セットですね。5セット、はい、順番はバラバラになるかもしれへんねんけど、パーン、オクラ、オクラ5パック、オクラ5パック、その次にコアラマジ5パック、5パック、5箱、忘れてはいけない鹿の糞。それはなんか1キロ入ってるみたいやから、うん、1つでいいかなと思って。あ、これ全部入れるの？うん、全部入れる。多いな。で、その次これ。あー、やったね、小麦粉。うん、そいつらをちょっと混ぜていくっていうのやねんけど、はい、まあとりあえずちっちゃい鍋も買ってきた。そのちっちゃめの鍋で、まあ納豆やったら納豆をさっき混ぜてもらおうかなと。はい、ヘラね。ヘラ。それでそのコシコシしてってほしいな。周りについた納豆とかね。うん。混ぜ合わせて。そう、丼ぶり1個。あ、1回分けるやつよね。そう、そこに一旦移しといたらいいかなと思って。はい、太鼓の達人のバチ。バチ見たくないこれ。っていう感じで、ちょっと早速混ぜていってほしいんやけど、タムチンさんに向けてっていうメッセージもあるから、はい、順番に混ぜていってほしいなと。これも買ってきた。超でかい鍋。この鍋がまあいつものやつね。いつ
つもの大きさ。これ新品の状態で顔入れるじゃないですか、うん、あーって言ったらめっちゃ声響くんですよこれ響くなあーってやばいでしょトンネルなんか来た気分なんですよこれ。一つ1時間ずつ混ぜてってもらおうかなと、うん、多分大体1時間ぐらいでその量やったらある程度混ざるかなと思うから、1時間混ぜては小皿の方に入れて、でまた1時間混ぜては小皿の方に入れて、はい、っていうのをちょっと繰り返して最終的にそこに合体させていければなと。じゃあ、たまちみさん、今まで混ぜたものを小分けにして混ぜていきたいと思いますので、その最初から最後まで楽しみに、視聴者の方もお楽しみにしてください。ではやってまいりましょう。レッツゴー。ちょっとまあせっかくやからキムが入れてくれてるから納豆の豆知識を一瞬だけ発表すると、納豆のかき混ぜ200回以上混ぜるとアミノ酸の量が 2.5 倍になるらしい。甘み成分が400回かき混ぜると 4.2 倍甘くなるらしい。400回混ぜると、合計的に言うと400混ぜるといいらしい。もうでも確実に 400回以上混ぜてたもんね、うん、海外でやったらドロドロになる、混ぜて食べるところもあるらしいよ。そうなんや。うん、そのことで、原ちゃん豆知識を言ってる間にももう完成しました。あ、これね、まだ僕少ない方なんですよ。もっと混ぜたんですよ前は。確かにあの鍋いっぱいになるぐらいまで混ぜたんで。それはもうリンクに貼ってあるからな。うん、よかったら見てください。うん、お願いします。早速混ぜていきますか。はい、前回は何も知らない状態からスタートだったんで、もう最初からずっとこうやって混ぜたんですけど、納豆をどうやって混ぜれば粉々になるかっていうの僕も知ってるんですよね。知識を使って納豆を混ぜていきたいと思います。お願いします。お願いします。1時55分まで納豆をちょっと高速で混ぜてもらえればと思います。わかりました。はい、すごいな。この体勢が一番安定するので壁もあるし、前はね、壁なかったんで、うん、一般的な会社に勤めてる方たちがその起きてご飯食べようかなって悩んでる時間帯やな。そうだね、これでも結構混ぜてる方っすよ。マンションの人らにさ配ってったらいいんだよこれ。はい、よく原ちゃんが見てる気まぐれクックさんっていう YouTuber がいてんだけど、うん、マグロとか一匹買ってきてもこれ余ってる分はお隣さんとかご近所さんに配りますってよく言うんだよ。配るのよ近所。まあ、お隣さんと仲良くなるきっかけでもあるしね。ピンポーンって来てさ、さ、何ですかって言ったら、初めましてで納豆キチュキチュンだったら大体のシュー、もうさ、めっちゃ怖いやろな。もういりませんっても言われへんしな、うん、気持ちでもらってるんやったら行って、うわ、やった、もう最悪ほんまに、あれ臭いし絶対臭い。このタイミングでキムママとか帰ってきたら気絶すんじゃん。いや、マジでそれぐらい臭い。めっちゃ足臭い人が帰ってきたみたいな。はい、あともうちょっとや。全然もうちょっとじゃない。もうだって1時間経つで。納豆は、納豆はとりあえずその臭い得体の知れへんものを原ちゃんは早く避難させたいわけよ。もう本気で臭いやん。いや、でもずっと置いとくから臭いのかよ。うぇぇマジで臭い鼻も吐きそう、ゲロ吐きそう。でもなんか前がどんどんなくなってきてる。やっぱ量があるだけあって、やっぱ1時間混ぜたぐらいじゃそんなに思いっきり変化はなかったな。思いっきり変化はなかったけど、でも豆はだいぶ潰れた。うん、これ本気で吐きそうやねんけど大丈夫か。これ臭いもんね。くちゃくちゃ臭いわ。5、4、3、2、1、終了。ではそのカップの中に納豆たちを避難させてください。はい、オッケー。はい、くっくさこんな感じで、うぇオクラっすね、次。うん、前回はこのオクラは茹でたやんか、うん、で、切ったやんか、うん、やねんけど、ちょっとこのまま切ってしまう。なんでもいいよ、おかんみたいに女じゃないし俺ら男やし、うん、男飯って見せてあげましょう。じゃあちゅうことで、ほんまに硬いでこれ。まあ仕方ない、もう納豆の中入れちゃったし、とりあえずもう僕のゴッドハンドミキサーで混ぜていきたいと思います。はい、これと音違うね。なんかザックザックザックって言ってるな。まあ、ゴッドハンドミキサーにかかればそれぐらいヘでもない、ヘズマリュウでもない。もう知らんで知らんでキャラ的に言うと、俺がそういうこと言ってハラちゃんが突っ込まなあかんのに、ハラちゃんがそういうこと言ってしまったらハラちゃんのキャラが悪いキャラになってしまった。まあもともとあれやからな、そういわゆるカメラマンみたいに書かれてたしな。そういう悪いじゃなくて全中身がもう性格悪いですからね悪くないよ。ハラちゃんね、いつも
ドッキリ仕掛けたりとかするじゃないですか、ハラちゃん企画とか言って、うん、俺にドッキリ仕掛けてると思ったらお金仕掛けてるとかで、ダブルドッキリとか一人でしめっちゃこういう性格悪いな、いつも思ってるんですよ。叩いてるけどやっぱしぶといな。前のオクラってどんな感じだったっけ。前のオクラは最初の方でも潰れてなかった。前はだって茹でた時も水分とかあったもんな。オクラだって切ってる時とか水分だらけだったやん、うん、今回水分ゼロやから草の匂いがめっちゃする。めっちゃバッタの匂いに持ってきた深呼吸したくないもん。しかもこれ納豆を混ぜた鍋で混ぜてるから納豆の匂いちょっと混ざってるんですよ。うん、やだね。許せないはい、終了しました。はい、ということで、あ、でもなんかだいぶ混ざってる。だいぶ混ざってる。ほんまに臭い。じゃあこちらどうぞ。うん、やばい、やばいぞ。えぐいてまあでもネバネバ系はこれで最後なんで、ここからブルーベリーなんで、この周りについてるね、あのオクラと納豆をブルーベリーの水分でかっさらっていきたいと思います。ブルーベリーじゃなくて、次コアラのマーチやから。あ、そっか、そう、コアラのマーチだ、うん、じゃあへばりつくね、またへばりつく、まだ、うん、このコアラのマーチ中に入れてってもらいたいと思います。入れます。これもね、やりましたね。田村家の日常にお邪魔させてもらって、源次郎さんとコアラのマーチ真剣推測をすると、僕がね、裏技を使ってしまって、源次郎さんを騙してしまって、お前それはやりすぎやろということで一生振らされますね僕も成長しました。大人になったんで、それは恥ずかしいでいこうと僕は思っております。ということなんで、お願いします。これは多分ね、1時間やったら結構いくと思うんですよ。じゃあな、いい感じ固まると思うんで、うん、まあ、周りの納豆も絡め取りつつ、納豆プラスオクラプラスコアラのマーチがちょっとくっつく感じになるんですけども、はい、話脱線しまくってるんですけど、はい、今日はタムチンさんに感謝の気持ちを込めるという動画なんで、うん、タムチンさんの話ちょっとしたいね。そうやな、タムチンさんってどんな人かっていうの、うん、はい、ということで、全部完了しました、うん、まず終わりましたので見ていきたいと思いましょうかね。